一生懸命頑張った回があります。いろいろ作ってますからね、なんか、あれやこれ。これ、今日、学習させるのはどうやって行ったんですか？あ、ちょっと、じゃあ画面共有しながら説明しましょうか。あ、はい、お願いします。これ、リブレオフィスの翻訳プロジェクトってのがありますけど、はい、まずこの翻訳、ログインしたらば、ホーム画面がこれですと。そんで、はいはい、上のメニューですね、翻訳データと自動翻訳っていうのがあります。はい、翻訳データってやつに対訳集っていうのを選んでもらって、で、ここにこういろいろと教育してるんですけど、はいはい、LibreOffice の場合、17,619 号、教育し済みですと。で、こういう感じに教育されてます。で、どうやってやったかっていうと、ここにファイルから登録っていうのがあって、で、拡張子 TMX、ほうほうほう。あ、これ選択する。スマイルを上げてる。で、アプローチするとこうなったと。これ、野川さんの成果です。もう、恥ずかしい。用語集って選びますと。はい。用語集は、これ、リブレオフィスなんですけど、こいつもこんな感じになってますと。はい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 。で、これもファイルから登録ってやると、TSV って書いてあります。タブ、セパレート、バリュー。はいはいはい、はい。で、グロサリーとしてのテキストファイルがそうなので、拡張したり変えてアプローチで理解してくれます。はい、で続いて、自動翻訳タブのアダプテーションプラス EBMT って選びますと。で、これもいくつかこう、教育してるんですけども、LibreOffice の場合これで3番目ですね。で、そうすると、さっき登録した、この LibreOffice の名前の対訳データ、こいつを使って勉強しろと指示するわけです。ほうほう。メニューを操作、こう、編集すると、こんな感じになっていて、ベースは汎用を使います。はいはい、アダプテーションします。どの対訳集を使いますか？あ、じゃあ、これ使います。みたいな。訓練データこれです。みたいな。で、これで訓練開始ってやるわけです。ほうほうほう。それだけです。簡単でしょ？へえ、そんな機能があったとは。で続いてカスタムって選びますと。うん、カスタムで、リブレオフィスで選びますと、さらにですね、ここにさっき登録した、訳語指定データ集っていうやつを指定します。うん、でこれ指定すると何が起こるかっていうと、あらかじめ用語集に入っている単語で1位に決まるものは、あらかじめ翻訳してから自動英翻訳に突っ込んでくれるので、必ずその対訳用語を使いますと。ほうほう。で、あとは最後、ここに API と I の字をクリックすると、うん、はい、さっきの、この C から始まる、カスタマイティとか、キーとか、バリューが C から出てきますと。あとは、REST 的な API なんて書いてありますけど、うん。いろいろ。はい、これはプログラム的にやってください。こういう話です。で、同じように、うん、この OS 事情系ですね、事情系の話でいくと、はいうんこれが、全部で4万語教育訓練というので、相当賢いですよと。うん。で、オメガ T そのものもで、オメガ T で翻訳プロジェクトがあって、こちらの方は、まあ、4万語ぐらいなんで、あんまり賢くないけども、でもやってますよ、うん、こんな感じです。うん。イメージできましたでしょうか。で、ここにこう、翻訳しました、完了しました、みたいなね、訓練しました、と出てきて、今日の9時30分に訓練しました、と出てきます。はぁー。そこまで自動翻訳にしておくと、この対訳集をこう、さらにこう、更新をすると、自動訓練もう一回始まると。いう感じになるわけです。で、あとはですね、この、使う用語、どれを使うかっていうのを寄っていて、うん、多ければいいってもんでもないっていうのがあってですね。うん。比率が低いのを突っ込むと、ダメだったり、エラーだったりするんですよ。お互い矛盾する訳があったりなんかして。うんという感じで使いますということになります。大体こんな感じです。さっきアップロードしてたファイル2種類あったじゃないですか。TSV と、はい、もう一つの、はい、あれはどこから入手したんですか。TMX。野田さんが説明できるはずです。はい。TMX は翻訳しているとどんどん溜まっていきます。翻訳メモリーなので。オメガ T の中にっていうことですか。そうです、そうです。はい。
で、GitHub で共有してるのは、翻訳したファイルじゃなくって、その、翻訳した時に使った翻訳メモリを共有してます。そうすると。翻訳集ですよね。原文と翻訳結果の一対一の対応ってものが全部入ったもの。そうです、そうです。はい。なんで、その同じ文を持ってきたら、同じ訳が出てくると。前訳したのはこれ、この訳ですよねっていうのが出てくるので、うん、手元で同じものが出来上がるはずという。うん。ということで。この仕組みを使うと、はい、例えば原文がちょこっとだけ変わったときに、大体同じ翻訳がありますけど、これじゃありませんかって教えてくれるので、そうそう。変わった部分だけ変えればいいと。うん。ありがちなのが、結構元の訳で定冠詞の座が入ってませんでしたみたいな。うんうん。そういうちっちゃい変化の時には、これまんまよく、OK、OK みたいな感じで翻訳できるので超楽なんですよ。うん。そう、あれです。リリースアナウンス。はいはいはい。リブレのリリースアナウンス、毎回出てるじゃないですか。うん。あれを訳す時に、一遍訳しておくと、ちょこっと語句が変わるだけ。うん。なんで、前使ったやつはこれですって、バグの数が変わってるとか、いう風なところだけとかやったら、もうそこ変えれば終わりっていう。おうん、マニュアルみたいに言い回しが同じの方が気がいいやつ、こう気が利いてるやつだと助かりますよね。うん、そう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 。バージョンアップに強いというか。うん、いや、見ててちょっと思ったのは、例えば Web レートの過去のバージョンから TMX を生成できて、うん、なんていうことができるとすごくこう UI 翻訳の方も、あ、できるんですか？できるし、突っ込んでます。あ、そうなんですね。うん、はい、常に突っ込んでます。他にも、オメガ T には大訳を作る機能っていうのがあります。お、オメガ T から大訳ができる。うん。はい。知りません。結構、ウィキとかでですね、ウィキペディアとか、ウィキの場合は、そういう大訳表ってないですよね。うん。そうですね。原文と翻訳文だけがある状態。うん。で、そういう時に、使えるツールがあるんです。ほう。で、それが、アラインっていう英語で言うと、整列っていうんですけど、はい、原文と翻訳文を全部一文一文に分解して、うん、で、こう、一対一にこう対応付けるっていうのを、Excel の表みたいにこう、対応付けして、OK って押すと、TMX を作ってくれるっていう、そういうツールがあります。ああ。それは、もう本当今日知らないことばっかりを、こう。強力なツール群って言ったらいいんですかね。うん、そうですね。プロが使ってるのでね。あ、うん、じゃあちょっとさっきのアラインの話をさせていただきますね。はい。お願いします。Windows のオメガ T と。うまく出るかな？あ、出なそうだ。デスクトップを共有か。ここ共有すればいいのかな？共有の、えい。出てますかね？なんとなく。これオメガ T なんですけども、はい、まずメニューから行きましょうと。メニューで、このツールってところに、整合ツールっていうのが、はい、あるいはこの場所になんかそれっぽいのが整列ツールとかあるはずです。で押すとですね、こういうシンプルな原文、訳文、ファイル参照っていう、工夫がないものがあります。ほう。これ訳文のところを日本人で日本語にしましょうと、日本語にしますね、と。例えば、JA と。よいしょ。もう少したかな ?JA あったあった。で、次に原文を参照しますと。もともとある原文ですと。私はじゃあ、プロジェクトの何がいいかな ?OSM 関係のやつを使ってみましょうかね。トランス JA の、ちょっと、本当は違うんですけども、もともと持ってる、例えば何か、翻訳している元ネタを、追加しますと。何がいいかな。ウィキトランスレーション。
で、こっちの方も、今度英語の方、日本語の方のファイルを同じように登録しますと。これ両方テキストファイルです。で、確定しましたと。で、そうすると見づらいんですが、左と右でこう、なんか1対1でこう表、対応確認を作ってくれるんですね。はいはいはい。シチュエーション is entirely different, 工場って完全に違います。こういう感じで1対1の対応関係をちょっとなんか壊れてますけど、これ取ってですね。で、これで、問題があれば片方削除するとか、はい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 。してくれて、うん。で、こいつで、いろいろ、ピタ、なんとかアルゴリズムで、うまいこと合わせてくれるんですよ。はい、ほう。長さだとかそういうのも参照しながら。で、こうやって作ったやつ最後に、TMX を保存と。やると、過去成果が TMX になりましたって作れますと。うわぁ。はい。すごい。今までオメガ T とかこいつ使ってませんでしたけど、なんか、ビフォーアフターだけありますって時に、こいつを使って、過去の成果っていうものを、データベース化して、うん、で、うん、今後は役立てるっていうために使えますと。そんなんめっちゃあります。Wiki とか。Wiki とか。うん。いやー。あちこちに散らばってますね、翻訳成果。うん。というか、Wiki のやつをガサッと持ってきて、食わせて作る。で、もう一個は、こういう、うん、その食わせるときに一つのリポジトリ以上全部やった方がいいんですよ。一つのカテゴリーは。うんうんうん、同じような言い回しが必ずありますので、アプリケーション、ヘルプ、ドキュメント、ウィキ、うんうん、同じところで やると、うん、実はこれヘルプの方に似たような文章ありますよとか教えてくれるので、うんうん、品質も上がりますよね。確かに。ヘルプと UI と、ズレがもうめちゃめちゃあるので今で、そうすると、うん、まずは UI の方を優先して、うん、もうデータベース作ってこれに合わせるおりゃって感じにするとどんどん合ってくると思います。うん、うん、